せーの、わー、キュルルン、おかえりなさいませ。ミリさんちでお給仕してるクルルとサラサです。はい、今回はですね、最近買っためちゃくちゃおしゃれな商品をね、紹介していこうかなと思います。私たち今日の格好見てください。ハリーポッター、タンタンタン、BGM 流せって感じ、はい、そうなんです。ハリーポッターのグッズを買いました。店舗名のミルティーブラウンなんですけど、あのアンティーククラシカルがねコンセプトなんですよね。ここのお店の雰囲気に合うかなと思って、まあお店にもね置けそうなものとかね買ったんで、ハリーポッターとコラボしてるショップみたいなのを見つけて、あとは、ね、タリーズでね最近ねコラボしてて、それも一緒に買いに行ったよね。はい、深夜にね、招集受け、まあ、それも合わせて4万5000円分ぐらい買ったんですよ。なんで紹介していきます。じゃん、おマフラーです。かわいくない？もうなんかザ・ハリーポッターみたいな感じの商品ですね。見てますか？もうみんな寒い時とかにね、あの巻いていただいてね、多分これね、あのブランケットとかにもなるんじゃないかな。ポスターです。これもハリーポッターな？そうなんです。すごい ABC の、かわいい、まあ、トイレとかに貼ろうかなっていう感じです。こっちは何だろう、何だろう、ローラブラックって書いてあるからシリウスブラックなのかな。でもこれシリウスって書いてある。本当だ。サッシャ結構ハリーポッターオタクだよね。あの中学の時することなさすぎて、うん、ハリーポッター小説読んでその後映画を見るってことにハマってて。小説読んだんだ。そうだよ。じゃじゃーん、しやすいやんけ。これはクッションカバー、こういうやつです。こういう感じですね。あんま変わんない。こういう地の技法まで見れてない。部屋がね、こうやってなんかマンションみたいなやつがあって、こうやって唱えるとわーって開いて、そこの中にクッションの騎士の秘密基地がありますみたいな。でもこれうろ覚えだから間違ったら。でも私マジでね、あのアズカバンの囚人らへんまでしか見てない。あれアズカバンの囚人って何作目？ミカさん。え、秘密の部屋はミカさん。ミカさん炎のゴブレットを見た、まで見た。あの時の双子のビジュアルが一番好き。確かに。そっから先はちょこちょこ見てるんだけどね、なんかね、こま切れで見てるのよ。だからなんかあんま分かんない。シリウスの勇姿を見て。でんでんでん、じゃーん、スリッパです。かわいい。スリザリンのスリッパ。ちなみにグリフィンドールのやつも買いましたよ。超かわいくない？ほら見て、めっちゃ可愛くない？可愛い。しかもめちゃくちゃ滑り止めついてて、しかもなんかね、肌触りがめちゃくちゃいい。本当だ、かっちゃん。ルルルルって、めっちゃ可愛くない？しかも刺繍もさ、ちゃんとさ、黄色なの、ハリーポッターって可愛い。ほら、お揃いですね。今のサムネにしよう。あとはですね、マグカップですね。これはね、めっちゃ可愛いんですよ。じゃーん、可愛い。え、かわいい。やばくない？ヘドウィックさん。これもいるよ、なんだっけ、あの泣き叫ぶあマンドラコみたいなやつ。そうそうそう。ジャルーンテルーン。たまにはレイブンクローってか3人分。これあの三つ子でもね履けますよって靴下なんで。クルルに最初の方私なんかサラシちゃんってレイブンクローっぽいよねって言われたんだけど、最初ね戦争あれだったからね、サラシちゃんがね。私でもめっちゃグリフィンドールっぽいって言われるんだよね。なんか正義って感じするからだと思うけど。はい、じゃーん、これノートです。かわいくない？ここはね、何せ金になってるんです。もうさ、めっちゃおしゃれだよね。なんかすごくない？と、これもノート、グリフィンドールです。これはかわいい。かわいくない？これもね、金なんですよ。やっぱこのさ、紙のさ、この縁がさ金なのにめっちゃ弱いよね。今度全部見ましょう、一気に、はい、確かに見よう。3日ぐらい。あと見て、ステッカーセットコレクションっていうのを買って、これランダムらしいんですけど、なんだと思いますか、みんな。でこういうの買っといた方がいいかなと思って。なんかこういう三角のやつに丸が入ってて、棒のやつ。じゃん。かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。これサラシちゃん携帯に貼りなよ。あ、今しがらき友達ついてるもんね、うん。このローンがね、また赤毛ウィーズリーか。見て、かわいい。実はあのタリーズで買った分もあってですね、そちらもね紹介していこうと思います。まず1つ目、なんかタリーズのさキャラクターでさいるんだよね、こういうのがね。タリーズベアみたいなやつが。ベアフルって書いてるわ。ベアフル、ベアフルさんらしい。かわいくない？かわいい。ヤッホー。
しかもさ、なんかさ、買いに行った時にさ、うん、マジで朝の7時とかに並んで、そう、開設したんですよ。そう、でもすでに並んでる人いたよね。私たちが並んでからいきなりなんかすごい、なんかめっちゃ割と来たよね。わーって、なんか、あ、並ばなきゃいけないんだみたいな感じで、そう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 、そう、並んでて、7時のさ段階ではもうさ、私たちがこれ撮ったからさ、クマがさ、あと2つくらいしか残ってなくて、うん、朝の7時ですよ、やばくないですか。みんな朝早すぎって思って、こっちは徹夜してるけど、うん、私たちは徹夜して並びましたよ。じゃん、これはタンブラーです。でこの箱もめっちゃ可愛いですよね。ハンドル付きボトル、9と4分の3番線です。どう、可愛くない？めっちゃ可愛い。色ミルティブラウンだね。そう、まあ、でも別に魔法瓶をここで使うタイミングはないけどね。あ、コーヒー豆をね多分入れるんですよ、うん、でもこれはプラットフォーム9と3、4分の3って書いてある。てかマジで可愛いよね。そうそう、絵柄がもう全部あのハリーポッターって感じ。可愛い。グッズのクオリティが高い。こちらある魔法がかかるね。そう、ヘドウィックのマグカップなんですけど、うん、今だとねこれただのねヘドウィックマグカップなんですけど、ただのヘドウィックのマグカップ。温かい秘密のお湯を、うん、入れます。え、ごめんごめん、少なかった。見えますか、うっすらねこうね月の模様が見えるかなと思います。お湯入れるとその月が出るんですよ。どうぞ。あ、見えないね。あ、ちょ、見える？ちょっと見えないかもね。そう、星がね見える。あ、爪かわいい。めっちゃ、え、爪かわいいんだけど。ほら見て、これも買いました。本です。 JK ローリングさん、これあのハリーポッターの作者の人ですね。ハーバード大学の卒業式でスピーチみたいな言葉をこうなんか送ったらしいんですよ。なんかまとめたみたいな本なんですけど、ちょっとね、いい部分をね、あの、挟んでちょっと読みます。人生は物語と同じだ。いかに長く生きるかではなく、いかによく生きるかが大切なのだ。はい、そうですよ。皆さんどうでしょう。やっぱね、同じね、うん、なんか人生ね、あ、なんもいかにね、濃く生きるかってやっぱ大事ですよね、うん、自分次第ですからね、どういう風に生きるかはねっていう話でした。ぜひ読んでみてください。これめちゃくちゃいいんで、お店に置いておきますんでね、ぜひ暇な人。じゃん、こちらです。どうでしょう、ホグワーツ魔法魔術学校大きく広がるポップアップガイドです。これちなみに8000円くらいしました。8000円。これは実は仕掛けがあってですね、あの開くとなんと、なんと、うわ、やばくない？やばい、めっちゃ自分も感動してる。すごくない？これホグワーツです。中には寝てる人います。これさ、こういうのってさめちゃくちゃワクワクしない？いや本当に大好きなんだよね、こういうなんか立体本みたいなやつ。見て、ここにドラゴンいる。やばいよね。しかもこれちゃんとね、いろんな角度からね、こう360度ね、あのホグワーツが360度よね、180度が見れますよという。じゃーん、おー、じゃん、どうですか？すごい、うん、これはあの廊下とかのことだよね、多分ね。この辺に、ほら、どうですか？すごい、やばー。え、ここめぐっていいですか？どうぞ。おお、すごくない？います、先生たち。ミスターフィルチまでいるよ、ここに。にゃんこ、この人だよ。にゃんこの人、うわ、やばー、楽しいじゃん。ロビーは悪い子。トイレから靴下もらった時は私ドグビーかと思ったもんね。こういうの本当にね、ワクワクしていいね。そう、ちょっとね、大丈夫。怖いな、大丈夫。おー、あ、クリッチの会場見てもらっていい？ほら、見て見て、頑張れハリー。あれや、なんだっけ、あのカメラ。まだいた。じゃん、すごくない？不死鳥の騎士団。いいっすね。あ、これ引くって書いてあるの。あ、すごっ、すごい、見て。シリウス、シリウスブラックヤンキー、やばくない？ほら。これあと5回はやるね。では次のページいきます。せーの、おー、やばー、こんな感じです。
忍びの地図開けますか。せーの、どうでしょう。ちなみにしかしちゃいけないタイプなんじゃない。なるほどね、閉じます。じゃあいたずら完了。かわいい。せーの、うわー、やばい、もういい。おお、じゃんじゃん、やばー、戦ってるんだけど。なんではいけない、あの人とね戦ってますよ。私は呼びませんよ。本当に満足ですね。でちなみにここの一番すごいところはですね、ななんと広がるって感じなんですよ。すごい。そう、これあの一枚になるという、すごい。そう、広がるんです。すごくないですかこれ。この状態で常に置いておきたい、ね。マジで怖い、壊れそうで怖いでした。はい、手離した。はぁ、満足感すごい。どうでしたか皆さん、魔法学校行く気になりました。私は行く気になってますよ、ちなみにね。ダメだよ、そういうこと言っちゃう。そっかそっかそっか、皆さんマグルだから、マグルだから、汚れた地名。こっちのセリフだよ。まだなんかね、あのめっちゃでっかい買い物したら購入品紹介しようかなと思います。はい、今日も見てくれてありがとうございました。せーの、オブグリエイト。